軽くなったんだけど。会場の皆様、こんにちは。秋田県秋田市から参りました、秋田観光レディーの田村夢子と樺沢好美です。どうぞよろしくお願いいたします。まもなく秋田竿燈まつりの公演が始まりますが、会場の皆様にはもっと竿燈まつりを盛り上げていただきたいと思います。竿燈の演技中はどっこいしょーどっこいしょーという掛け声で演技する指し手に声援を送り会場を盛り上げますが、今回は会場の皆様には手拍子でご参加いただきたいと思います。それでは一度練習をしてみましょう。私がどっこいしょーどっこいしょーと言いますので、皆様は一緒に手拍子をお願いいたします。いきますよ。どっこいしょー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 。ありがとうございます。まもなく竿燈の公演が始まりますので、先ほどのような大きな手拍子をお願いいたします。お待たせいたしました。ただいまより秋田竿燈祭りを行います。国の重要無形民族文化財に指定される秋田竿燈まつりは、短い秋田の夏を盛り上げる風物詩として8月3日から6日までの4日間行われます。その始まりは江戸時代中期とされ、真夏の病魔や邪気を払う眠り流しという行事を原型に、その後厄除け、禊、五穀豊穣などを願う現在の祭りに変化したものと伝えられています。一本の重さが50キロを超す竿燈を自在に操る指し手と呼ばれる演者のダイナミックな技は見る者を魅了します。踊るようなバチさばきと軽やかな笛の音で賑やかに演技を盛り上げる囃子方が祭りに花を添えます。現在竿燈に携わる町内は城下町を中心に38町内、近年では企業や一般団体も加わり、毎年約280本もの竿燈が会場の大通りを埋め尽くします。秋田藩久保田城下の町民たちの心意気と誇りをかけて守り続けてきた伝統は時代を超え脈々と受け継がれてきました。さあ、それでは本場の臨場感をそのままに、竿燈が祭り会場へ繰り出す時に鳴り響く流し囃子を合図に、いよいよ力と技の共演の幕が開きます。それではここで穂積元秋田市長よりご挨拶をいただきます。皆さんこんにちは。